始まりました。はい、今日はね普通に、うん、あの小芝居がないんですけれども、うん、あのメンバーとしましてってメンバーってワンツーメンバーなんやけど、はい、メンバーとしましてはあのクラブナオミで会いましょうですね、はいはい、今宵もクラブナオミで会いましょう、うん、あのたまにねあのアップされる伝説のレイディオですけれどもレイディオですね、はい、今日はそのメンツで私生島ナオミと B カベがお送りいたします。はい、リーちゃんですね、いつものリーちゃんで、はい、あの何ですか、あの誰も聞いてない、そういや聞いてるかわからない、ラジオを聞いてる人はねこのメンツがわかると思うんですけれども、うん、リーちゃんはざくっと説明しましたら、うん、リーちゃんは以前ね、うん、ウードに住んどったね、7年もいったよな、はい、だ2000何年あれ、そう言われますとねものすごくね、あのそう言われますとものすごくなんですか、あすぐパパッと言える人には2000あれはとか言う、あれうちの旦那が言うんです、すぐもう7年で2000、うん、コロナを挟んで12年です。2010年ぐらいからぐらいよね。そうでございます。そうだよな、あの震災の前からおったもんね、リちゃんは、うん、だからそんなもんで、電波サールにその後移動して、うん、でそうそう電波サール、だから学校で子供がね、リーちゃんも3人いて、うん、うちが2人いて、うん、同級生、上下みたいな感じなんだ、はい、だいたい、まあ、だいたい似てると、年代が似てるということで、うん、最初はウブドの、動物園こと、ウブド動物園こと、プランギスクールで、もう卒業しましたから、まあ、名前も出してもいいんだろう、ね、いいまあ、前から出してたけど、うん、プランギスクールにいてて、このウブド動物園って言ってるのは、決して、なんていうの悪い口じゃないですよ、これは。そう、悪い口じゃない。そのぐらい。何ですか、あの、ありのままの、ありのままのことを言ってるのよ、ありの。長い、うん、そう、その本当に動物園、ウブド動物園でのびのびとね、子供たちが過ごしてて、うん、まあ、うちはほぼ卒業、までいたんですけれども、り、うん、ーちゃんのところはあれね、電波サールに、うん、電波サールに行って、あの、都会のね、都会のシティーボーイ、シティーガールに乗って、そうですね、学校帰りに映画に行くと、うん、そうです、ウブド300円の映画に行ける、300円、うん、そうです、300円なの、このぐらいだった、うん、そうでさ、ほんで何ですかね、あのウブドにいる時は、はい、あの用水路にね、そういろんなものを流したりして遊んだりとか、そうですねいきなりね学校帰りに、いやいや映画館なんてさ、そんな本当に同じ島会っていうぐらいの、ね、ほんまにバリ島のね中にいながらも同じ、そうそうそういうこと、だから今回ね、あのこの突如始めたのは、うん、あなたが今日本を一応ベースに、そうですね、でも次女がバリをベースに、はい、で、あのうちはほら今、長女と、長男が日本にいて、うん、私しょっちゅう、まあ、日本に今帰ってんだけど、うん、彼らに会いに、はい、彼らのジャガオ氏に、面倒見に帰ってんだけど、うん、それの逆バージョンって感じよね、リーちゃんはね、そうね、こっちに戻ってくるっちゅう、そうね、事情を見に来てる、事情を見に来てる、じっとね、上から下まで上から下までじーっと、この間から何ミリやめてって言われてる、いつももうやめてって言って見に来てんだけど、はい、だからまあ逆生活やねんけど、今日はちょっとまあ、リーちゃんが、数日、1週間前ぐらい、うん、じゃないよね、もうちょっと前ね、次の日とか、じゃあ1週間前ぐらいから来て、久しぶりに来て、久しぶりに来たらね、うん、あのロングミーティングが私たち、そうね、さらに今度は泊まりがけでミーティングまた考えてますので、よろしくどうぞ、次はクラブの飲みで会いましょう、ね、そうね、カランカン飲まなね、やってられない、でそうなんで、今日は酔っ払ってなくてね、今日はどこですか、うん、これ電波サールみたいなサルールみたいなところの おしゃれカフェ、とてもカフェですね、はい、おしゃれな美味しいお花屋さんとカフェとケーキのお花屋さんがあるみたいな、これがね、またさっきも言ってましたけど、うん、羨ましい話でね、お母ちゃまとママちゃまと息子が、ロマンティックボーイの息子がですね、うん、息子がケーキを作り、お母様、お花のやつをお母さん昔からしたの、うん、もう多分おばあちゃんの代からかなんかしてるの、花の香りにあふれたね、カフェなの、そう、こんなところは、ね、ないですよね、なかなかね、またケーキがね、かわいい、ケーキがもう早く食べなさいよ、はい、甘いものが、私はこれ食べました、はい、甘いものが苦手な人をね、大きいケーキ頼んじゃって、ね、はい、持て余してますけれども、そのね画像をまたインスタとかに載せたいと思うんですけども、いいのこっちさ、まあ、おめでとうの時、はい、お誕生日もそうだし、うん、お店が開いたりした時に、うん、贈り物するのに、うん、ケーキだけもあれやし、お花もあれ、お花ってたくさんあるとちょっとさ、うん、処理が大変やろね、うん、実はあれね、ちょこっと贈りたい、はい、ということで、この間のキャップの
スブさんの和所ちゃんのが、アトリエ兼お店みたいなのをね、電波サールの方に開けたんですよ、はい、でその時にちょっと何か送るかと、でお花屋さん、まあ、その辺にありますでしょ、うん、送るとね、あの仏前葬式インドネシアは割と菊がね、長持ちするし、そうそう、菊のお花を割とお祝いで送るんだけど、うん、あの日本人的に見ると、あのちょっとね、ご仏前チーンって言いながらね、そうで左右がさ、左右対称に盛るじゃん、そう盛るというか、まるで仏前の、ね、そうそう、フラワーにね、アカギオンじゃないわ、なんていうのフラワーアレンジメントそうやってしちゃうから、こうっていうアレンジメントしちゃうから、なんかね、なんだかなと思って見てたのよ。うん、で、インスタとかで見たら、うん、知らない人が作る知らないアレンジメントが、うん、そこそこすんのよ。はい、そうする。そう。で、普通にそうやって、3人で送ったんだけど、はい、まあ、それなりに予算はあるんだけどさ、うん、それで、聞くばっかり送られて、まあまあね、で おしゃれな人じゃない、おしゃれな人よ。なので、なんかと思った時に、奇跡的に思い出した私が、アガシーのこと。そういえば。そういえば、アガシー。ケーキ屋さん、ザ・タスとか韓国語でお姉ちゃんという意味ではないよね、アガシは。アガシっていうの、アガシお姉さん言うね。あ、そうなのかも。でもお姉さんだからね。そうだね、うん、そうそう、お兄だよな。お兄で、お兄はお兄、本当のなんかお姉さんみたいな。あ、そうなんだ。お嬢さん、あ、でもそうじゃない、後で聞いてみ、そうそう、いや、そうだわって喜ぶよ。あ、アガシ、まあ、とにかくね、はい、アガシのことを思い出して聞いたら、お店はその時はまだだったんだけど、おうおう、ね、僕のマカロンと、じゃあママのお花とでアレンジしますって言って、で彼女のお店のイメージとか好きな色があればって教えたら、うん、ちょっとスモーキーなオイルが好きでしょ、でお花もそれで合わせてくれて、はい、どうでしたか、ものすごい色があった、そういうのがなかなかできないじゃん。で彼が、その息子っちの方がケーキ屋さんなんだけど、うん、同時にグラフィックデザイナーでもあるから、で日本のことも好きだから、うん、私が書いたメッセージを送ったら、うん、フォントとかも持ってるし、る、あ、こっちでじゃあアレンジして、ね、うん、そのお花に合わせたカードでちゃんとやりますって、それが助かりますね、グラフィックデザイナーなんで、はい、はい、助かりましたっていうね、話がだんだんずれてますけれども、うん、今日はですね、15分で終わらせるから、ね、そう、もう10分ぐらい喋ってる、はい、はい、で今日りーちゃんとね、たまにはいつも酔いどれながらね、よくわからない話、うん、よくわからないけどただ面白いだけの話をしてるじゃないですか、面白ければいいんです、ね、そうです、そうなんですけど、今日はせっかくですから、はい、ということで、うん、ちょっと子どもたちの、はい、学校の身の振りとか、学校の身の振りっていうかな、はいはいはい、現状とかをちょっとね興味ある人、私もよく聞かれるんだよ、うんうんうん、お子さんらどうするんですか、そう、ね、ずっとバリの動物園にいたのに、ここから聞いた人はどういうことって、ね、動物園みたいなね、ほんわかした、うん、よく遊び、よく遊び、よく遊ぶみたいな学校にいたんですけど、それ、そうそう、そうですね、それで、そこから今2人ともうち日本にいるじゃん、うん、で、どうなるんですか、うん、でこの間サンデーマーケットではナルジーに、うん、子供たちも日本だし旦那は何か開墾してるし日本に引っ越そうとしてんのあんたたちって言われて、うん、ああそんなことないけど、でもそんな風に思ってる人もいるのかと思って、まあ、ちょっとびっくりしたんやけど、今の現状ね、うん、どうなんですか、兄ちゃんとかは 3匹、ね、はい、3人いますけれど、3匹、お姉ちゃん、お姉ちゃん、弟の、そうそう、メスメス、メスオスというね、メスメスオスですね、そうですね、はい、まあコロナを機にね一回帰って、はいはい、もうその夏に帰ってこようかななんて思ってたら、うんうんうん、そっから2年かエプリルフールバカーみたいな、ね、そうそうそう、エプリルフールにも帰って、うん、で2年帰って、2000だから20年ね、20年ですな、はい、帰りましたな、で23年に、そうそう、でもうまあそのなんていうの、オンラインでやってたんです、こっちの学校のそうそう、学校とでこっちはあれなんだ、なんていうの、ガンディ、ね、ガンディっていう電波サールの学校で、うん、なんちゅうのやろ、誰、インド系、インド人、ガンディ由来がね、メモリアルスクール、メモリアルスクール、インド系のインターの学校だよね、うん、そうそうそう、うん、都会のインター、そうそうそう、動物園ではない、動物園ではない、あえて言うなら全く動物園ではない学校、校庭もないね、都会のシェリー、うん、だって、ね、ここのすぐ近くにポプタン広場みたいな公園があるから、行かない、あのビルの中 のワンフロアがたあのスポーツホールだから、上も下もだからそこで、そう、何言ってよ、始まってよ、そう、土だから、うちの息子がいた時、あれ木がねえじゃんって言って、土もねえじゃんって言って、ウブの、ね、動物園から行ったから、ね、そうそうそう、もっと動物園とこから行ってるからね息子はうちそうだな、まあね、なので
だから、ガンディね、まあ、2人行ってで、まあ、それをやってたね3人ともでも3人とも帰ってたもんね。そうそう通っててそのオンラインでやってて、ウブドでは、まあ、プランギって言ったけどさ後半さ、うん、なんか3人とも違うとこに行くみたいなことに一時期なってたよね。なったね、なったなったなったね。ウブドね、そんなこともありますので皆さんあのバリにね、あの母子留学考えてる人たちは参考になさってください。何でも聞いて、はい、チリチリバラバラでね、チリチリバラバラで、まあ電波歩いてからはガンディにみんな来てたんだね。そうです、ね。家もすぐ近くでね。そうです。まあ、首の皮一枚ね。首の皮一枚。プラーンとしててね。プラーンとね。あの、はい、やめるやめない。来る来ない。やめるやめない。いや、行くんだよ。行くんですよ。うん。家が窮屈だから行くんだよ。家が広いよ。そこで寝たり遊んだりするから、プラーンな、まあなんだけど。うん、まあで、上も、まあ、息子は、まあ、学校に行き始めたんだね、学校、うん、あ日本の日本の、ね、で今だからコロナで帰ったから、うん、あちょっと長期戦になりそうやってことで、うん、近所の学校ね、そうそう、なあそこね、そうです、うん、あそこねとか言って、そう普通の学校に通ってて、うん、そうそう、それだから中1ぐらいだったんだ、中1中2小6小6か、うん、小6で入って、あの修学旅行も行っちゃったりして楽しい、そうもう楽しくてしょうがないっていう、ね、人乱漫な方ですからね。で字も読めない書けないね。いやいやいや、それなのに、まあ、学校大好きみたいな。いやいいことですよ。コミュニケーション能力の高さで。うちのだから息子と同い年なんだよね。元同級生で。うん、でまあそれを言って、だからもうね、もう俺はいかんと、もうバリには帰らんと。うん、すっかり楽しくなってね。うん。うんうん、でもうちの商売の方もね、やっぱりこっちで。お仕事の関係のこともあって。そうそう、もうまあっていうことで、でも次女は。長女ももう日本の高校に通うっていうことで、なんかこうすごいいい学校やったね、うん、合ってたんだよね、まあ、ある意味、まあ、途中からの通信に入って、うんうん、そうそう通信で、まあ、毎日行って、うんまあ、乗馬とかね、なんか面白いものとか乗馬もあるんだ、すいません、お出汁が出ました、お出汁、貴族みたいな、貴族の生活、乗馬って言ってもね、餌やりとかペレットやったり、なんか糞の掃除とか、あそうなの、ね、まあそういうこともやりながら、まあ、そこへ通いで、次女は、うん、どうしても IB というね、インターナショナルバカロレアっていう、はいはい、バカロレア、いや誰がバカだよバカだよっていうね、うん、世界中のバカを集めて違うよ、ね、左へね、右のものを左のものを右へ受け流せるあのバカで有名なバカロレア怒られんだよ、お前みたいな、ね、怒られんで世界 の、ね、憧れの、はい、IB でございます、 IB です、まあ行こうかなって、あの、うん、反対にこう、まあ、ガンディをやめ、うん、違うところのインターのその通信のそのプログラムに入ったんですね。あれでも IGCSE から始めないといけない、うん、IGCSE っていうのを、まあ、ベラベラあって、はい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 、イギリスそれをやりつつ、うん、で値は辞めると思う、うん、まあいろいろあったんだね事情は。だけど辞めるっていうのはそのガンジを辞める、ガンジも辞めるしこれも辞めるって、あそうなんだ、1年経った頃、うん、はいはい、もう行き詰まったんだ、払ったと思ってんだこの野郎って言うよな、そうそう親の心こじらずで、うん、もういいじゃんっつって、うん、じゃあもうお前はもうパートでいいっつって、うん、いいんだよそれでって言ったら、言ったぞーって、あー言ったぞって、次ちょっとしたら、まあ、まあうちの母が亡くなり、うん、そしたらなんかピンときたのかな、うん、やっぱちょっと私、まあ、その頃にちょっとちょうどあのコロナが収束して学校が、はいはい、だからそれ今の話は日本での話、ね、そうです、うん、だからガンジーに席を置きながら、次女は日本でそのオンラインの受けてたけど両方やめるって言った時のお母さん亡くなって、 それ枕元に立ったの、そう、先生はパートかわいいってね、まあパートでもいい全然いいけど、もうちょっと行ってこいと、うん、ね、若いんだからね、うん、若いんだからピリッとさせたね、おばあちゃまが大好きだったもんね、でそう行くって言って、どこにバリの、まあ、ガンディに戻ると。ガンディに戻ると。起きられたね。そう。で、うん、その飛行機に乗ろうかなと思ったら電話がかかって、父が死んだっつってね。あの時ですよ。あ、その時なんだ。私ですね。そうそう。私、彼女だけ一人でね、うん、ホーチミン経由で行って。そうそうそう。まあ、いろいろあってね。あ、いろいろあったね。ドラマですよ。ドラマだね。で、まあ、無事2年。2年ね。行って今頑張って、うん、あのこの25日が卒業にございます。あららら。で試験は IB の試験は、先週かな、先週終わったのかな、うんうんうん、はい、で結果が7月です。この間も聞いたけど、うん、IB IB ってさ、はい、要は I と B なの、
インターナショナルバカロレアだ、はい、だからその世界中のバカを集めて右から左から右そうそうそう、でバカロレアは、はい、IB は要は私なよく分かったのがみんながさ IB 言うから、うん、IB ねなんて言ってたけどさ、うん、何かなと思ってて、うちのさ、うん、息子が入ってる奈良の公立の学校でね、うん、あの IB 推薦校で推薦って何なんだよ、うん、つって、だからまだ何にもなってないんだよ、推薦されてるって、うん、まあ、とにかく言うた方がいいんだろうなと思って言ってはんねやろうけど、あの要はあのこの間もね聞いたけど、おとついかあの昨日か、うん、そのセンター試験とか共通一次みたいなもんなんかねって言ったら、そうね、まあ、そうねって言いながらも、あのお互いセンターを共通一次もやってないから、うん、親がああそうそう、そんな感じになってた、そうそうそう、なので、うん、ここで今そんな感じですって言ってるけど、うん、ほんまにそんな感じかどうかは、いやそんなもんでしょ、そうで、まあ、その前にカリキュラムがね2年ほど、ああそうかそうか、ああそうかそうか、それ専門のね、それに向けて、そうですね、もうラボに入って研究したり、その人が取っていくそのね、選択した教科によっていろんなカリキュラムがあるんですね。じゃあその IB もこれを選ぶ人、はい、あれがを選ぶ人っていうのは全然違う。じゃあもうその時点で、うん、大学のこういう学部に入るとかはもう選んどかなかね、うん、そうです、全部チョイスしないといけない。途中 で例えばやっぱりってなったらどうなる。やっぱりやっぱりはね、変えれる時もあるんだけど、大体なるほど、そうそう、理数系とか文系とかもあるし、まあ、なそうかそうか、その中でハイレベルって言って、それを3つ取らないといけない、うん、それはもうハイレベル、うん、でもさ、あのおすずがさ、うん、IB 取ろうって言ってやっとったやん、うん、で結局だからほな彼女はいらんかったってことね、日本帰って専門学校入ったもんね、あそうね、別に使うこともなかったんだ、うん、なるほどね、それはなんか執行猶予じゃないけど、まあもしこれを受けて点数が出たで、その点数を来年使ってもいいんだけど、2年、うん、何年かを持つんかな、その10年20年後とかもね、2年わしはーって IB でー会場持っとるんじゃん、いや、なんかトエッコみたいな感じで言ってるけどさ、そうじゃないね、43だから、あ、なるほどなるほど、43、あ、そんなもんか、うんうん、じゃあまあじゃあまあってことはないけど、なるほどね、そういうことなのね、私もよくわからないんですよ、よくわかんないですよね、うん、私も共通一次がセンターになったよって、ああそうなんだ、センター何のセンター、何世界のセンターで愛を叫ぶみたいな何のセンターなのみたいな、ね、そんな感じ、ね、そんな感じの、いや分かんないですね、すいません、もう、あの、はい、今日はねシャイニング、シャイニングですね、太陽がものすごい先からどうしてもね太陽が当たる、ね、太陽の光の下でしか生きていけない私たちは、そうよ、でね、そういう感じやから、次女はそういうことね、だから現在、うん、IB をもう受けて、その点数が夏に出てくるのを待って、日本、海外は結構、9月とか8月、はいはい、9月に学校が始まるから、うん、そのまま持って、今のところヨーロッパの、うん、あの、あんまりうまいものがない、おいしいもない、缶詰ひっくり返すとか、缶詰ひっくり返すとこで、ピグツ履いて、ピグツ履いて背の高い巨人伝説とかね、もうわかるね。わかるね。まあね、うん、そこに、うん、行こうかなと思ってんのよね。うん、今のところね。うん、あ、ごめんなさい。ひっくり返したよ。テーブルがひっくり返した。そう。で、お姉ちゃんが今あるよね。うん、この間はあって面白かったな。昨日かね、今日かもね、彼女の歌声を思い出して、ちょっとなんか録音してさ、送ってくれへんかなって言って聞け。歌がね、なんとも言えずね、いい声で歌うんだ。いや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 、あれをね、ちょっと送ってもらったってちょっとかけながら仕事しようかなと。なんか自慢。かけながら。中島みゆきあたりをちょっとなんかこう、ちょっとなんかこう、ゾクッとするよね。フレッシュフレッシュだったよ。いやいや、うちのはね、うちのはアイドルみたいなね、そっちは中島みゆきを立てて、すごい良かったんで、そう、で今あるよね、なんか英語教えてんだっけ。そうだね。日本の大学に行ったんだね。そう、行った。行ったけど、もう休み、やめた。もうやめた。やめて、なんだっけ。なんか英検の英検持ってないけど英検をやる子を教えてるみたいなこと言ってさ、何ちゃうね、英検持ってんだよね、あ、彼女は、まあまあ、持ってるけど教えてる子が何級を受けるか分からんけど、まあとりあえず教えとるよって、かっこいいよねきっとなんか流しの、うん、でもね、流しの家庭教みたいな、まあ本当あのなんか いるんやって、あの、うん、不登校の子が来る、なるほどね、マンツーマンだから、うんうんうん、だからね、お母さんから電話があってね、うん、なんか勉強が分かってね、こんなに楽しいんだって学校に行け、始めたみだって褒められて、今の韓国は始めたみだって、そうそう、学校に始めたみだ、行け始めたみだって、すごくないそれ、それ言われてすごいことよ、すごいよ、人の人生をさ、いやいや、まあまあまあ、持て遊びで、まあ、いろんなね面白い危機開会がまた言いますけど、うん、またいろんな生徒がいてね、あ、そうみたいですね、私もこの間ニューデリーで危機開会な家庭教師の話を聞いて、あの、すごく興味深かったんですけど、いいね、で、あの一番下 の、 あの破天荒息子が、とにかくまあ学校エンジョイ中ということでね、首宅の息子
首一枚じゃないでしょ。首一枚じゃないね。もうあれセンターでしょ。センターです。何のセンター？何センター？センター試験。なんだろうか。いやでもさ、あの破天荒具合にうちの息子はやっぱ憧れんだよね。いや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 、すごいよねって。うちのはイケメンぷりに憧れてましたよ。いや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 。あの顔があったらな、俺もっといけると思う。いやでもモテモテでしょ。昔から。いやいやまあね、あの口八丁手八丁。いやいやそのやっぱりね、あの女子はさ。まあ、みんなじゃないけどその破天荒なさもう大きくなるとさそれよりね経済的なね、うんまあまあまあ、安定とかさそういうこと言うけど、ねうん、やっぱちっちゃい時はさそういうのないとさやっぱハラハラする次は何をしでかすのドキドキみたいなさ連れてこいよぐらいのね、うんうん、俺についてくるよっていう、うん、奪ってやるよみたいなそうああいうタイプだね奪ってやるよ母ちゃんなんか食わしてやってくれみたいな結局母ちゃん大変みたいなさなんかああいうのが、ね、なくてねちょっとうんってなってたんやけどついにうちの息子もねあよかった、はい、高校であのおデビューなさったそうであ、はい、あのそおめでたいあのガールズにチヤホヤしてもらって、まあ、あのイケメンはそうだろうありがとうございます 85% 女子ですから学校が、はい、ハーレムじゃないハーレムなのよハーレムじゃないあクラス彼のクラスが、34人、うん、中男子が4人あもうねもうねもうね、 もうね前からピンク色や後ろから右も左も女子高生やろはいはい、はい、キャッキャッキャッキャ言われて、うんはい、違う学校の子、うん、女子にもあ LINE 教えてとあらのに放っちゃいましたあらもうねあの気にしないことに私もハリーポーター部屋であなたが私と二人で話してた男がハリーポーター部屋ねやバリに戻ってきたらまだハリーポーター部屋よ昨日ねあの昨晩ね久しぶりに開けといたドアなんか空気の入れ替えようかなと思って、ね、4月にそうなのそうなの、うん、光るそうだから、日本の夏休みは短いやん、ね、短いやんって長いんだけどね、うん、日本で、まあ、まあ、あんな時間家におったらおかんは大変よ1ヶ月もってほっときますせやけどほら結構海外というか、まあ、バリは2ヶ月とかね、うん、インターとか2ヶ月ぐらい休みやんでうちのお嬢様はさ2ヶ月半ぐらい休みなんだよ。ただあの人はほらどんだけいいよっても役立つしてるからお姉ちゃんはいいじゃん。自分でも生活してるもん。そうそう。だから夏にね、私一度バリちゃんは日本帰って、3、4週間彼らの、こっち三者面談だ。はい。うん。三者面談、日本の学校行くの緊張するわ。外人のふりして私日本語、日本語ちょっとあのまだ勉強中にだーって言って。バレるよね。で韓国ベラベラだったりしてね。韓国ベラベラ。ちょうどいいね。うちも言われたもんね、息子さん。どれぐらい日本語を理解してらっしゃいますか。そうね。言われるね。うちの息子も聞かれたよ。あの割とあのファーストランゲージは、はい、時々変なことをやっぱ帰国子女なんで、うん、変なこと言うかもしれないし、あのみんなが知ってることを知らないとかいうことがあるかもしれませんが、基本的にはわかります。あの食器洗い洗濯機じゃないですか。洗濯機。食器洗浄機。食洗機を知らなかったんだよ。はい、で洗い物が嫌いでさ、はい、あのご飯の後に洗い物をするたびにさせるわけ。手伝わない、はい。手伝わない人は洗えと。はいはい、で洗うたびに、はい、くさーくさーって言ってんの。はい、でいつかねって未来がね。未来はね、お皿なんてね、洗わなくてよくなるね、時代がね、いつかね、来るんだよって言いながらさ、40年前さ、ドッグを開きながら皿を洗っててさ、で、洗ってるからさ、おかしいからさ、そうなのって言ったら、そうだよって書いて、未来ではね、ってか、それどんな、なんで、どんな風にって言ったら、お皿を洗う機械が出てくるんだよって言うから、そんなんあんの機械が洗うのって言ったら、そうだよって書いて、ほんじゃあさ、日本に長いこと帰るようになって、私、日本帰ったらテレビっ子やからさ、見てるわけよ。ほんじゃあさ、油汚れにみたいなさあれの食洗に入れる洗剤とかさじゃあそうっ、ね、ほんでさそれはさポンと入れるだけみたいな、ね、そうほんでさ何の話だ今何を入れるの今のはな何をする機械なのどこに何を入れるって言うからさ、うん、えあれはあれよなってお姉ちゃんも組んでるからさ我々はなぜ最後お皿洗ったやつを乾燥させるやつ乾燥させるのになんで洗剤でんのって言うから、ね、匂いそうあれ匂いを取るための消毒のやつだって言ってへママがそんなもん使うわけないよねへって言ってたのよ、はい、かまあもちろんいいのよないし、はい、そしたら若かったねそれはもう最後だったわそのね10日後ぐらいに10日後ぐらいにどうもさ前の話やないかそれは10日後ぐらいにさ調べたみたい疑問を持ったみたいもしかして俺の発明がそういうのがもうあるんじゃないかそれかあの会話聞かれたんじゃないか、うん、でねすごいドヤ顔でね知ってた食器を洗う機会があるんだよ
え嘘ないよそんなの未来の話だよまだでノルカってさ言ってたお姉とさまだの婚訴訴するやつだけじゃん違うんだよあるんだよもううっやんそんなあったよ知らんかったっつってそうだよもう食器を洗うやつがあるんだよあれの洗剤なんだよ、うん、もう出た知らないうちに出たんだっていう感じですごいドヤ顔出ちゃったもう何十年も前からありますよとは言わなかった、はい、40年ぐらい前から、ね、だから例えばそういうようなハッとすることはあの、あ、うん、知らんかったんかとかそうねそういう意味ではね、うんまあそうですよ、うん、あとなんていうのワクワクするとかちょっとなんか緊張しながらでも楽しみやけどちょっとゾクゾクとする気持ちってあんじゃんあるあるあれをねあの人はムラムラするっていうあいいですね言っちゃダメよ女子の前でだからさあの4歳5歳ぐらいからさ、うんママ明日のなんとかムラムラするって言ってたのだから面白いからさムラムラするんだムラムラするねって言われてそうだねムラムラしちゃうよねって置いといたの、うん、置いといたの、うん、あのね最近直近で聞いたのは2年半ぐらい前かな、はい、もうちょっと言わなくなった言わなくなった言わちゃダメだ例えばそういうのをあのゲゲゲゲゲの金太郎とかさだからあるじゃん帰国市場にあるねありますありますあのずっとそれがタイムマシンでなんていうの運ばれてて大人になってから真っ赤かみたいな ねそういうのがあるかもしれませんけどある、うん、そういうことですねって言ってるんでまあクラスでもなんか帰国市場2人なんであそうなん帰国市場だよねとかって入学式から声かけられた、うん、あらとかって英語中喋れるのみたいなでもクラスも英語話せる子が何人かいるみたいで、うん、そういう学校やからどこまであなたの魔法がね帰国子女の魔法がね、うん、あのどこまで聞くんか知りませんけど、うんはい、ボレあ出てた出てたまだいけんのマシビサほんでちょっとストガーじゃねおいやいやいや今あのねあの男前のね内股菓子のお姉ちゃんがねあのお茶のお釣りじゃないですかお茶の、かわいいことしたまんなんちょっとなんかシャレたもん履いてんねん三足千円ちゃうねんあの人が一足千円です一足千円のいいとこの子やから、うん、でもバリの人じゃないんじゃないアガシがもともとママがと、ね、学校どこやったっけアガスクバンドにはスコラリバンド、うんうん、あそうなんだこの人もそうそうそう一応バリのあれらしいんやけどそうだだからあのオザピーだオザピーコロナの間にねぼーっとしとかんとケーキの学校にスコラね、うんそういうコロナの間にもね、覚えてました。美味しかったね。ということでですね、15分のおしゃべりが終わったと。またね、ゆっくりなんかこう学校の話とかね。そう、ね、学校の話ね。だからまあ、あのうち、あ、そら、その後の話をするしたらね、うん、うちの、あ、私の話してないや。うん、まあまあ、私の話はまあサクッとなんですけど、あの弟君はまだ全然ちょっとここ入ったばっかりで、先行きが見えないんですけど、お姉ちゃんがね、あと2026年の春に、一応終わりってことになってて。うんうん、あと2年ね。そうで本来なら、今3年生で来年の春に終わるんだけど、うん、1年コロナでホームスクリーンしてたから、うん1年遅れて入ってるから2026年ねだから息子は1年生でしょだから本当は2年違いやから3年オタク3年やろ、うんうん、そやけどうちは2年やねオタク3年ちゃうオタクは1年そうで2026年の春に卒業するで、うん、で私のこれあくまで希望やねんけど、うん、ジョグジャカルタっていうところがありましてねジャカルタっていうのが、インドネシアの首都やねんけどそこの、どこやあの飛行機で2時間ぐらいかな、うんうん、行ったところにジョグジャカルタ古都ですね古い町古都、ね、奈良みたいなあ、まあ 京都ほどキラキラしてないかな、うん、そういうところにジョグジャカルタっての世界遺産、ね、あんたもちょっと行こうかなって言って、うん、この間喋ってましたけどボルブドゥールって仏教遺跡、はい世界アジア最大かな世界最大かなんかの仏教遺跡がありまして、うん、いい町なのよ、うん学生街でありながらそういう古い町あ素敵、ね、であのやっぱり、ね、誇り高い私京都ドスネンみたいなさ、うん、そういうこうあのあるんやねあの木ぐらいが高い、はいはい、木ぐらいが高いってのに今の褒めてるいいのね木ぐらいが高いってあんまよくないのいいそのいいそのプライドを持ってるのねそうねねそういうところにですねインドネシアは2大大学があって、うん、さっき韓国3つって言ったじゃんインドネシアはいわゆる2つで、はい、それがインドネシア大学ジャカルタのちょっと郊外にあるインドネシア大学と、ジョグジャにあるガジャマダ大学なのね、うん、でまあ他のところの大学でもやってんだけどバリのウダヤナにもあるんだけどあの外国人が、入ってインドネシア語を勉強するっていうコースがあるんだよ、でそれを、だからそれはね学生というかなんやねん超高生なんかその本来の本校 の、 あのコースではないんだけど、まあ、お金払いは入れるやつ
入れんのよ。入れんの、入れんのよ。だから行こうよ。誘ってんだよ。アルマジロいいよ。うん、でそれを1年間やね。あ、そうで、そのセメスターで分かれてて、で前半だけとかでも行けるはずなのね。だから私は3ヶ月とかだけ行って、でうちのお嬢には1年間行ってもらって、うん、もう完璧にインドネシア語を、はいはいはい、マスターしてもらって、武器を増やしてね、うん、そのそういうなんて武器というのはその戦うっていうあの本当のウェポンではなくてですね、あのツールというんですかね、はいはいはい、その人生で ね、結局私 の、 武器にしてもらってその教育方針といいますか、はい、人生 の、 その哲学とか、うん、そういうのは何ですかって言われると選べる人生、あ、いいですね、あのこっちに行こうが、ね、あっちに行こうがそっちに行こうが構えへんけど、あのしょうがなしにそれっていうんではなく、うん、いくつかの中で、ね、選べる人生、ね、選択肢を持ってる人生で、ちっちゃい時から言ってるの彼らには、本当にね10歳になる前から言ってるよ、選択肢のある人生というの、選べる人生というのは選ばれる人生であると、選ばれて初めて選べるわけじゃん、うんうん、私こっち言っても、いや来ていらんしって言われて終わりでしょ、いや言うと困りますって言われた、だから、うんうん、うちも来て、うちも来て、わこっちでもいいよ、あっちでもいいよって言われて、どうしようかしらってね、よりどりしよう、そうそう、あなたもあれでしょ、スペインってそんな時代があったでしょ、男からですか、男男子からね、はい、もう大変ね、アントーニオと、アントーニオとロドリゲス、ロドリゲスね、はい、ペドロとね、いやいや今もそうやと思いますけどね、変わりなく、個人化を、いやそのあなたの魅力で、コッソン、コッソン、コソング、コソングです、コソング、コソンというのはゼロということです、はい、そうですね、そうみたいなもんで選ばれて初めてじゃあどれにしようかなっていう話でしょ、選ばないのもいいし、だからその選ばれるにはこっちがやっぱり魅力がないと、こっちがそのツールっていうのをそのいろいろなものを持ってないと選ばれないわけじゃないですか、うん、そういうのを、そういうのは本当に、ね、あのなんていうの、一つじゃないよ、別にその、うんうん、なんとかの点数が高いとか数学できるとか、はい、だけでもないじゃん、私はだからそういう意味であの人があのコロナの間にあの、ま、バリマッサージできるとかさ、サワードを焼くとかさ、いやいやいや、あのグラフィックの勉強ちょっとしたりとか、あのいろいろとにかくね、うち来てって言ってもらえるためには勉強、そして勉強以外もです、やっぱりインドネシア住んでるからね、インドネシア語を勉強するにはやっぱ最高の環境だと思うんで、うん、そういう風にできたらなと思って、まあまあ卒業した時によ、2026年で近いような遠いような、本人がその時に、ね、は何言ってんのって言われたら、うん、分からんけど、私はそれに一緒に大学に入ってね、あの自分が大学生の時にあれだけ、不勉強だった私が、毎日朝まで飲んで踊って、酔いどれて学校に行って、学校に寝に行ってた私が、親が聞いたら泣いちゃうやつが、私がですね、自分から自ら進んで勉強しようと言うんですから、世の中は、世界は何が起こるか分かりませんね、はい、というのが今の私の、ちょっとあの老後の楽しみというか、2年後の楽しみにしております。それ以降は知りません、はい、一緒にござります、はい、ですのでリーちゃんもね、あの機会がありました、そういうことができますので、はい、よかったらあの2026年、はい、夏以降、はい、ジョグジャカルタにいますので、私はどうぞよろしくお願いします、ね、そうですね、はい、コスでございます、コさんでございます、ですので、皆さんね、あのいろいろ受験のこととか進路のこととか、うん、まあ、仕事のこととかでいろいろね、自分の子供、うん、本人いろいろ悩んでる人もいると思うんですけど、あのなんか今日の話がちょっと何の話してんのとかさ、うん、ちょっと全然あの私たちの日常と合いません、うん、からこそいいかなと思ったの、うん、でも、うん、そのなんていうのかな、あのコンセプトっていうの、要は子供たちがなんかこうね、あの要は楽しく自分たちが充実した、ね、人生を送れればと思うのは一緒のことじゃん、親が、ね、でも願うのはそう、親が願うのってそれだけじゃん、でもさ、いろいろあんだよね、1年遅れて2年遅れて1周回ってとか、あのもう1周回ってもう1回とか、そういうのも全然ある世界やん、で今に人生100年時代でございますので、はい、はい、もうあの何ぼでもありますからね、1個チョイスをちょっと遅れたりとか、うん、ちょっと遠回りしたところで間違いなんてないですか、それをね、後から何ぼでもあの、いや変な言い方だけどごまかし聞くし、うまいことできるし、うん、なんかそういうのでちょっとうーっとなってる人がいましたら、そう、うん、あの割とね、どうなんのっていうのをやってきた私たちのこんな話、ちょっと参考にしていただけたらと思って話しました、はい、そろそろ終わろうか、はい、そうだね、15分だったのにな、ね、喋ったね、34分喋ったの、ティラミスがちょっとグダグダになってないね、はい、キュッとしてますね、はい、ということで次はあのクラムナオミであの酔いどれて喋って、はい、喋りたいものでございます、
それでは今日は電波サール、郊外全部郊外です、まあ、そうとしてるよね。そう、電波サールとサヌールの間、昼と夜の間、サヌールと電波サールの合間、はい、この人見たことある気のせいか、はい、それでは皆さん参拝順番、参拝順番ラギー。